さあどうぞ。シャハシャ。どうぞ奥へ。さあどうぞ。さあ孔明殿。どうぞ、皆もじゃ。孔明殿、お噂は金々耳にしておる。この機会にいろいろとご教示願いたいものだ。いやそんな、とんでもない。孔明殿は劉備殿の軍師として曹操と深夜で戦った。曹操の軍勢には詳しかろう。孔明殿、曹操の軍勢はどれくらいか。古騎水合わせ100万はおりましょう。なんと。それははったりだろう。いえ、事実です。元から青州の20万の軍を持ち、袁紹を打って60万を加え、都にて新たに40万を募り、慶州の投降兵が30万、全てを合わせますと150万は下りません。100万と申したのは皇統の皆様を驚かせてはいけないと思いまして。曹操配下の武将の数は、地望にも優れ実戦にも長けた者が1000や2000はおりましょう。曹操は慶州を落とした。次に狙うのはどこだろう。現在は長江に沿って陣を敷いています。曹操の狙いはここ江東です。ではその曹操に対して、我が国は戦うべきか降伏するべきか、先生のお考えは。近年天下が乱れ、軍友が割拠した。そして曹操が今は天下にその名を轟かせています。劉備殿は戦ったが何度も曹操に敗れた。孫権殿もよくお考えになられよう。五越の軍勢をもって曹操の大軍と戦える、そう思いであればよろしいが、しかし無理であれば即刻降伏なされ、お命だけは助かりましょう。しかしここにおられる皆様の大方は降伏というご意見のようだ。ならば天の時に応じ、民の心に応じて降伏なされてはいかがでしょうか。ならばなぜ劉備殿は降伏せぬ。昔清の殿王はわずか500の兵で島を守り、戦い抜き潔く命を捨てました。劉備殿は王室に連なる方であり、人徳厚く民に慕われておられる。敗れたとはいえそれも天命。たとえ殿王のように命を落とされても国賊に下るなぞ。まさか。先生また何ということを。私が何度も申し上げておいたではないか。孫権殿がお心の広いお方でなければ今頃は首が飛んでおりますぞ。まったく先生は無礼ではございませんか。孫権殿がこのように短気なお方とはな。は？曹操を破る策なら聞かれれば教えて差し上げたのに。先生それは誠ですか。
では私からもう一度ご主君に。曹操のお軍が百万あろうと、私から見ればアリの群れと同じ。ただの一手で蹴散らしてみせる。しばらくお待ちを。ご主君に申し上げてきます。孔明め無礼のやつ。ご主君、私もたしなめましたところ、孔明はご主君が短気だからと。問われれば曹操を破る策はお教えすると、そう申しました。ぜひお尋ねなされませ。そうか、策はあると申したか。はあ、わざと怒らせたのか。はあ、なんと。一時の短慮で大事を誤るところ。さあ行くぞ。参りましょう。